日本語コンテペイじゃなくて日本語コンテペイの時間ですねみなさん元気ですか子供たちはいつも元気だ今日はランドセルについてランドセル、えー、ランドセルなんでしょうランドセルランドセルランドセルというのはあのー、子供の小学生ね 小学生の子供たちの持っているあの四角いカバン四角いバッグありますよね。日本っぽいイメージですよね。やっぱり日本に来て、まあ、旅行中もねあの見たことがある人が多いと思います。小学生が小さい体で大きいランドセルを。 背負ってますね背負うというのは背中に乗せる背中背中まああのバックパックみたいなものを、えー、持つことを背負うと言いますね背中に乗せて <laughs> あの歩いてますよね本当に大きいだけど少しずつ大きく子供の方が大きくなっていくんですねそうすると、まあ、ランドセルの 大きさは普通になっっていったたりり少し小さく見えすするんですよねまあやっぱり6年間持ち続けるんですねあの同じランドセルを基本的にはねもちろん途中で壊れる人も壊れるランドセルもあるかもしれないけどまあ一応普通はですね普通は6年間同じランドセルを使い続けます。結構その6年間ギャランティー ういていてかこう壊れた時にあの修理無料で修理をしてくれるサービスとかがねついていることがほとんどです。うんまあ、その代わり高いですよ、ね、えーまあ、小学生の時6歳7歳ぐらいですよね小学校1年生6歳から7歳ぐらい。そして12歳まで。 使い,ます使いますからね7歳の子供にとってはランドセルは大きいですよだけど12歳の子供にとってはちょっと小さく見える、はい、で僕の子供がもうすぐ小学生ですからねあの買いましたよ買いました実は今日今日買いました、はい、まあこれはもう10月ですけど実はね10月だとちょっと遅いんですね 来年の4月からね、来年の4月から小学生ですけど、えー、今半年前ですよね、半年前。ちょっとね、遅いんですね。たくさんの人はもう夏前、夏より早いぐらい、5月、6月、それぐらいに買う人が多い。まだ1年後ですよ、1年後。早いですね、皆さん。ね、早い早い。 考えが早すぎる、ね、まあ僕はまだいいんじゃないの、ね、もう少し待っていいんじゃないと思って夏夏はいいだろう夏が終わってからちょっと考えよう秋ぐらいで十分だよもう冬でもいいぐらいに思ってたんですよ。そして1週間前にあの、まあ、デパートに行っていくつかのランドセルをチェックしたんですけどもうねいくつかないんですよね。 これはもう予約が終わりました、はい、えっと思ってやばいじゃあ早く買おうということでまあ子供と一緒にチェックしますよね。えー、どうこれ好きどうこれはこれはどうって言ってえー、ちょっと子供と一緒にその何かを選ぶとちょっと不思議なことを言い始めるんですよね。例えばこっちの方がいい。 こっちの方がいいって言うんですねあそううん。じゃあこっちはいやこっちの方がいいえでもな何がいいのいやこっちの方が軽いとかこっちの方がなんかこうなんかこう痛くないとか言うんですよでもねその2つは色が違うだけなんですよね全く同じモデルね全く同じモデルです だからベルトとかあの形とか全部同じなんです重さも同じにもかかわらずこっちの方がいいとか言うんですよね。で、色だけが違うんですね色、うん、まあだったら好きな色にした方がいいんじゃないって思うでしょ皆さんでもね好きな色はねもう一つの方なんですよね色はこっちの方がいいけどあの形はこっちの方がいいとか言うんですねでもその2つは 全く同じ形なんですね形は全く同じだけど色が違うんですだったら色が好きな方にすればいいでしょでも色が好きな方はちょっとなんか変とか言うんですもうやめてくれよそういうのっていうねあのー、そういうことがたくさんあります <laughs> 子供と一緒に意味がわからないね靴靴とかもそうですね靴を買う時とかこっちの方がいい いやいやそれでもこっちとこっち同じだよその色が違うだけだからね色はどっちがいいの色はあっちがいいでもこっちの方が履きやすいえそんなことありますかね店員さんいやーないと思いますけどないって言ってるよあのこれとこれ全く同じだって言ってるからねいややだからこっちの方がいいんだでも色はあっちがいい 不なことがかるんもしかしたら本当に違うのかなまあ工場で作ってるから一つ一つのちょっとした違いはもしかしたらあるかもしれないですけどあとね、あのー、色ですね色さっき色の話をしましたけどランドセルの色これがね結構難しい。 あのなぜかというとですね僕の子供はスペインで生まれたしまあお母さんがスペイン人ということもあってまあまあちょっとス,スペインの色のイメージと日本の色のイメージがちょっと違いますよね。例えばスペイン人の人まあ男の人も女の人も赤が好きですよね赤赤とか黄色とかが結構好きで。 僕の友達とかもそのスペイン人の友達とかも結構赤い T シャツとか男の人でもねよく着てましたね。で子供もも赤が好きなんですけど日本でその特にランドセルランドセルランドセルで赤というとやっぱり女の子、ね、というイメージがある。 いやー先生そんなことはどっちでもいいじゃないですかねこのこの時代ですからそんなことはどっちでもいい赤が好きだったら赤を買えばいいんじゃないですかという声も聞こえてきますけど奥さんもそういうことを言ういいじゃん赤でじゃあいいですよ僕もいいですよでも多分ね子供が あの学校に行き始めてまあ多分1年1年もない多分3ヶ月ぐらい経ったら僕はあのー、赤色のランドセルは嫌だって言い始めると思うんです、ね、もし子供がね本当に僕は赤がいいですもうずっとずっと赤がいいって言うんだったら僕も全然問題ないんですけど必ず赤はちょっと嫌だと言い始めると思うんですよね。なぜかというとう まあ赤いバッグを持ってる男の子はいない女の子しかいないんですよね。でやっぱりそのまあ何ていうかなその感じに多分子供は理解ができないその僕はねそういうのはもちろんあの好きな色でいいと思うんですよ。いいと思うけど子供がそれをそこまでその周りの人と違うっていうのを強く その主張できるかというとそれはできないと思うんですね僕はいい僕は僕が好きな色を持つ僕は僕は好きな色を着るそういう強い意志というものが多分ないし、えー、ある必要もないんですよただ,のただのカバンだからもう何でもいいんです本当に僕にとっては本当に何でもいい だけど子供がそのいろいろなそそういうそういうまあ、ある意味小さいことで悩んで欲しくないんですよ、ね。うん。だから結局どの色を買ったと思いますか皆さん。はい。男の子は普通は黒とか青とか緑とか女の子は普通は赤とかピンクとかそういうのですよね。僕もねはっきり言ってそういうのって全然好きじゃない。もうこの世界 何ていうのバカバカしいでしょよよどう考えてもね男の子がとか女の子がとかあのなんか昔は赤とかピンクはやっぱり男らしい色だったらしいですよ昔昔のヨーロッパではだけどなぜか今女の子の色になっちゃったし、ね、でも赤とかピンクっていい色じゃないですかだから何が悪いの、うん、って思いますよねだからもうそういうこと自体がもう全部が面倒くさいんですね全部がもうバカバカしい。 だけどやっぱりあの社会というのはそういうもんですからまああるんですよ今でもね僕がスカートを履いたら変だしまあ僕はスカートを履きたくないですけど僕の奥さんもあんまり履かないしねやっぱりなんかちょっとちょっとまあ自転車に乗るんで僕たちはちょっと自転車に乗りに,乗りにくいですねスカートは,は。まあまあまあそんなことはどうでもよくてでも子供にとってはね 結構大事なことでしょじゃあどの色にしたと思いますか皆さんうん。じゃ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 んとてもいい色。黒と赤。はい。黒と赤が、えー、混ざってるようなデザインです。黒と赤のコンビネーションがね僕は結構好きなんですね。前から。なんかかっこよくないですかなんかちょっとなんかこうなんかこう 50s のジャズみたいなね。 ちょっとこうモダンモダンジャズの感じ、えー、なんかこうあとはヌーベルバーグねなんとなくあのフランスのあのニューウェーブ映画、ねえー、フィルムグラフィー、えー、例えばあのジャンルック・ゴダールとかそういう感じがしないですかねなんとなくその赤と黒、ね、なんとなくあのジャズ モダ,ンモダンなイメージですよね結構好きですね、えー、僕も結構好きですよ赤と黒赤と黒ってなんかかっこいいですよね、はい、だからよかったいい色いい色ですよ本当。あの男とか女とかねそういうのもあんまり関係ないかな別にあの色だったらどっちでもいいしあのかっこいいし可愛いいしあのとてもいい色だと思いました はい。まあ、どちらかというと、あ、あの黒の方が多いかな。でもやっぱり赤も、横から見ると赤も十分あるし、とてもいい。はい、僕はとてもとても好きな。あの色。<laughs> まあ、正直言って。どうでもいいけど、どうでもよくない問題なんですよ。これが本当に難しいですよね。はい。どうでもいいけど、どうでもよくないんですよね。もう子供にとっては、あの。 今はもしかしたら全然どうでもいいかもしれないけど小学生になるとどうでもよくない問題になっちゃうんですよねそもそもね僕はもうランドセルなんてやめてほしいです、はい、なんでなんでこんな高いもう本当にね600ドル700ドルぐらいするんですよ子どもの子どものバッグがどうして僕のバッグ僕のバッグって20ドルぐらいですよ 無印で買った20ドル無無無印っってあるででしょ無無印で買った20ドルぐらいのバックパックなんです、えー、僕のバックパックの30個分ぐらいですねそれが僕の子供のバッグなんで僕のバッグより30倍30倍も高いカバンを僕の子供は持ってるのこういうこと言うとね誰かが言いますいやーでもねこれはね6年間使うんですよ6年間だからねあのー、高くてもいいんです 僕はこの無地のバッグ今2年使ってるけどまああと4年ぐらい使うつもりですけどね全然あの壊れない、はい、全く壊れない壊れるような使い方をしないしね僕はそんなあのなんかバッグを投げたりしないですからね普通に使ってるだけだからあの6年ぐらい問題ないんですね。はい、というわけでそのもうじゃあもしあの3年ぐらいで壊れたら新しいの買いますね。 それでででも40ドルですよ2つで、はい、どうして600ドル必要ですか、ね、もう信じられないだからこんなことはやめた方がいい僕はまあ頑張ればこれぐらいは買えるんですけどあの買えない人もっともっとお金がないあの今コロナウイルスで大変ですからお金がない人とかあのシングルマザーシングルファーザーいろいろな家があると思うんですね。 あの仕事がなないいい人ももるかもしれないそれでその6万円7万円のちょっと高すぎると思うこれははいなんかそのそういう人たちを助けるサポートみたいなのもあるらしいですけどそもそももうやめればいいんじゃないのこんな高いカバンって思うんですよね。やっぱり色々な あの心理的な、ね、サイコロジカルな,なんかこうんかこう日本の小学生というそういうなんかこうスタイルですよね。でもしそのランドセルランドセルがなかったらこれは小学生じゃないみたいな感じの。 あの変なロジックが多分あるんでしょうね例えばスーツを着なければサラリーマンじゃないみたいないやスーツを着なくても仕事はできますよって言ってもそんなのはサラリーマンじゃないんだ、ね、スーツを着ないとサラリーマンじゃないスーツを着ないと居酒屋に仕事が終わって居酒屋に行ってネクタイを緩めながらねネクタイ緩めながら飲むビールのうまさがわからないんだ。 ああそうですかじゃあ汗かいてあの夏の暑いのにね汗かいて動き回って汗臭い体であのお客さんに会って、ね、あのどうぞよろしくお願いしますと言って,言っても言い続けてくださいどうぞどうぞ、ね、僕はそう思うけどもうあのいいか減ですねまあまあその本当にフォーマルなシチュエーションの場合はスーツを着た方がいいと思うけど。 なんかこう例えばいつも同じお客さんしかもお客さんもお客さんの方はなんかもう本当にカジュアルな格好をしているだったりあとはその、まあ、人によっては、まあ、会社の中でずっと仕事をしててあのお客さんに合わない仕事をしてる人でも日本ではスーツを着るんですよね、うん、あととタクシーードライバーとかね。 あのタクシーのドライバー運転手の人たちもスーツを着てたりあ必要ないですよねそんな必要は全くない夏にねあ,のあんなシャツを着る必要はないあのスペインのタクシードライバーなんてみんな、うん、もう T シャツ T シャツですよねほとんどの人ははいだからでも全然問題ないですからねというわけでランドセルというのはねあの 悪くはないんですけどまあ選べるといいなと思いますねもう少しね、うん。というわけで、まあ、僕たちはとりあえず一つの大きいミッションコンプリート、ね、ミッションが終わりました。えー、これでえっ、ー、とあと他にはやることをなんかいろいろあるんですよね小学生になるためにね。それをいろいろ準備してまああの無事。 子供が小学生になってくれればいいなと思いますけどね。まあ、というわけで、今日も終わります。それではまた皆さん、ちょうちょう、レゴまたね、またね、またね。